その魂においてね、やっぱり武道は素晴らしいっていうね、あの大山総裁もやっぱり武道教育受けてたのね、日本来てね。だから前も言ったでしょ、日本の武道家でもあそこまで武道とスポーツ分けて はっきり区別してた人はいないって。だから僕はね、あのロー先輩も武術家になっちゃったなって、松井も武術家で終わっちゃったか、あの下手するとあの中村誠もあいつ武術で終わっちゃった。彼の例えばゴーダーシアン松井に対する悪口も、長谷川シアンに対する悪口や私に対する悪口もすごいよ。これ全部記録残ってて、出そうと思えば出せるけど、こんなもん恥ずかしくて出せない、私も極真の一員として。そんなにですか。うん、だってわざわざメールで送ってね、私の悪口も全部書いてんだから。あ、先生に直接じゃあメール送ってきて、メールで直筆のやつを写真に撮ってメールで送ってきて、 LINE で全部20何枚にわたって人の悪口書いて送ってきてる。20何枚もですか。そうです。それをじゃあ、あいつ一晩中書いてたんだろうな、筆書きなんだよね。だとキングオブ極真とまで言われた人がそんな細かいことまでやるんですか。まあ、そういうあの祭りにもあったけど、その豆さ、その強欲、その英語、その無実性、まあチャンピオンになるっていうのはそれそういう気持ちも多少はないとダメかもしれないね。うん、ただね、本物のチャンピオン、例えば大谷選手とかね、サッカーのカズみたいな人ってね、例えば思うけど台湾の王さんはそういうとこないよね。張本さんはやっぱ挑戦族があってそういうとこちょっとあるって言うんだけど、やっぱり人間性って出るよね、やっぱりそういうとこね。あの和の精神がないというか、あの私なんかもどっちかというと我が強い方ですよ。だけどやっぱりね、分かってくると和の精神は大事だな。それから払う気持ち、みそぎ払う気持ちは武道にとって非常に大切なんだってよく分かりますよ。だからあの例えば批判するにしてもね、武術的な批判はしますよ。だけど武道的にはね、本当は人のことをとやかく言うべきじゃないっていうのも、私もね、頭は低く目は高く口慎んで心広く公を原点とし他を生きせよって教えがあるんだから、本当は言いたくないのよ、誠君のことも。しかし彼の人間性は驚いたね、はっきり言うとね。じゃあちょっと中村誠さんについてちょっとお話を聞いてみたいと思いますけど、はい、ちょっとまあ今お話が出たんですけども、中村誠さんと先生の仲というのはどうなんですか。あの初期は悪かったの。最初悪かったんですよ。あのね、誠君もね、ものすごい被害者意識持ってるっていうのは分かるの。被害者意識ですか。うん、なぜかったら、だって極真の本部ですよ。はい。入った時どんな目に遭います？体でかいやつって。ああ、まあ出る杭は打たれるじゃないですけど。まあそういうことですよね。うん。つまり私はね、私の場合もっとひどかったら、私の場合が一番ひどかったらしいんだけど、はい、それは前年度全日本チャンピオン偶然でも倒しちゃったって。はい。それははっきり言うと誠以上にやられたのね。はい。私がね。ああ。で、私はそれを根に持たないから。はい。ま、誠君は根に持ってるね、先輩に対しては。ああ、その最初にやられたことが。そう。なんで、とにかく、頭角を現さなきゃいけないっていうんで、もう、まあ、稽古はバッチリしたんだろうな。で、特に彼が変わったのは、やっぱりニューヨーク行って、大山茂志庵の、練習受けてからね、腰もぐっと低くなってどっしりして、はいはいはい、あの、手も昔こんな構えしてたんだよね。プラプラした構えしたのは、突然こうなったのね。そこからワン、ツー、スリー、左のハイキックとかね、非常にコンビネーションを大事にするようになったのかな。世界大会2連覇してるんですか？ 2 連覇してる。でね、あれもね、僕はね、いろいろないい思い出もあるのよ。何かって言ったら、引退してた中村誠を、はい、結婚するときに、中村にね、こういう劇を飛ばしたんだな。仲人の挨拶を、お前こんなところで結婚してる場合じゃないっちゅうの。お前、もう一度、男気があるなら、世界大会でチャンピオン取れてたの。選手としてもっとやってた。そう、もう一回やれって。だから中村誠それに応えてね、2回優勝したのよ。あの、ハワイ大会、あの、ハワイでやったの、日本代表対ハワイ。はいはいはい。相手を5メートル吹き飛ばす。相手のヘンリー・チョイというね、2メートル近くからあるやつ、巨漢をね、パンチでぶっ飛ばしてた。蹴りじゃない。ハード相手3メーターくらい取ってたの、バッカンバッカン打ちまくって。その時はまだ下手だったんだけど、はい、パワーはすごかったな。
体重も110キロくらいあったでしょ。あ、だから大山先生あれ見て惚れ込んじゃったんだよ。ああ、その吹き飛ばした。そうそうそう、大山総裁もリアリストだから、そんなね、細くて強いなんて、小さくて強いなんて全然信じてない。あ、練習した生徒に対しては褒めるけど、実際に勝つとなったら世界チャンピオンはあんなやつ立てないとダメだと思ってる。圧倒的に強いんだ。ああ、そうですね。わかりやすいの、大山総裁。ただね、中村君はね、まあ、欠点といえば、一番僕はね、中村これやっちゃダメだろうって言ったのは、大阪で自分の弟子勝たせるためにね、はい、審判やってウェイト制でしょ、はい、3階級あるでしょ、どの階級にも生徒出して勝たせるのはいいんだけど、はい、中村誠の弟子の相手に旗を上げたやつをその審判終わってから吊るし上げてんだよ、お前なんで秋上げたって、そういうことをしょっちゅうやってるのよ、あまりにも私と山田が見るに見かねて、はい、中村お前そんなことしちゃダメだろって言ったことあるの、後輩だから、審判だから公平に審査しなきゃいけないところですよね。お前どう見たって俺の弟子が勝ってるって言い張るわけよ。あ、ほら弟子から見れば頼もしい試合なんだろうけど、お前いい加減しろっていう話になるよね。だってみんなビビっちゃうんだもん、その中村に吊るし上げられた連中は。旗を上げづらくなりますよね。そう、だからプレッシャーかけてんのよ。俺の弟子にあげろよっていうね。あ、お前、まあ、ちょっとそれちょっと総裁もそういうとこあったから。あ、そうなんですか。総裁やっぱあったよね。身内びいきじゃないですか。身内びいきあった。うん、ボクシングのなんとかという会長いたじゃない。そっくりだよね。あれ山根会長だね。そう、本当に似てる。男気山根。だから誠が回し蹴り食らった川端じゃん、技あり取ってんのに判定でドローになっちゃって引き上げになっちゃったりね。普通回し蹴りって蹴ってね、誠が両手ついて倒れたんだよ。これ一本にはならなくても技ありでしょ。俺は 100% 川端の勝ちでしょ。審判全部読んで引き分けにさせちゃった。それから松井翔平が、後ろ蹴り食らって、技あり取られて、判定負けになるところも、松井が負けにならないんだよね。あ、違う、あれ、酒井君との試合だ。酒井さんと、うん、はい。あれだってもうほとんど体重測定だったら完全に負けてるよね。そういうとこはね、僕は総裁も悪いとこあったよ、そういうとこは。やっぱあれはあれ、がっくり来たわ、本当に。組み合わせだけじゃなくて、そういうことやるからね。勘違いしないでね、総裁も悪いとこあったけど、いっぱいいいとこあったからね。うん。だから、そういう意味ではね、中村誠はそういうとこはね、そっから敵対してたから、私も。でね、一番敵対してたのは、誠はね、非常に悪いのはね、またこれが先輩後輩無視するわけ。先輩後輩無視。横に座ってね、はい、結婚式でもそうなのよ。はい。西の方の、ケイ支部長ね。ケイ支部長。はい。酒飲んでる時に誠隣に来て何したかったら、こうやって先輩って言いときながら、途中から、おう先輩、バチンと頭叩く。酔っ払ってやるんですか？そう、酔っ払ってね。知らんなんですか？知らんだっていう噂なの。知らんなんですか？そう。へぇ、だから倉本先生の事件知ってるでしょ？反則技だけ研究する。ああ、倉本塾の倉本総帥ね。倉本総帥の知り合いの店か、弟の店かで飲んでて、はい、暴れてて、暴れて倉本先生に喉をかけられて、はい、負けちゃったっていう話。あ、そうなんですか。うん、へ、だからその制圧されたの。うん、酒飲んで酔っ払ってる上に行って、あ、首絞めされて、あ、ここ、そう喉をかけられて、でそのね、中村誠はね、ある時私のことも気に入らないんだろうね、ある人の結婚式でね、バスに乗った時にわざわざ俺の横に座り、ここに座ったのよ。はい、ほんでね、ハワイ先輩、まあ、来たわけ。まだ酔っ払ってるんですか？うん、この野郎と思ってね。ね、先輩はこうでしょ、あるって言うのに言ったら、俺の頭バチンと叩いたの。へぇ、俺は頭してガチャンって裏剣で叩いたの。はい、こうって喧嘩になりかかったら、はい、誠の弟子の、橋爪君かな、はい、シアンたちやめてくださいって止めてくれたのよ。まずそれが一件喧嘩ね。はい、ほんで2回目。それ前後はちょっと忘れたんだけど、はい、島根の小山市庵という、今、まあ、極真館の小山市庵ね。はい。湖の山市庵のところ。はい。小山市庵の、大会終わってから、小山市庵のお父さん、お母さんがやってる焼肉屋行ったわけね。はい。思ってね、合田市庵、老先輩が前に座って、はい。俺と山田が座ってて、こっちに中村誠が座ってたのね。はい。別のテーブルに。はい。
ほんで飲んでたら、まあ、こっちはこっちで和気あいあいやってるやん。で大会も終わって無事終わって小山君のお父さんお母さんって美味しい焼肉食ってる時だよ、はい、なんか何が気に障ったのか誠が突然おいって大きい声出して、はい、おい浜屋お前なんでそんなとこ座ってんだって言うんだよ。また酔っ払ってんの。酔っ払ってんの。あ、酔っ払ったふりして言ってる可能性もあるんだけど。ああなるほど、はい、お前全日本チャンピオンもなったこともないくせしてよくそんなとこ座ってられるなって言ってポーって寄ってきたのこっちへ。ポーで合同シアンのとこ通り越してローセンのとこ通り越してこっち回ってきて、はい、いきなり前蹴りで蹴ってきたの。この野郎と思って立ち上がろうと思ったら、はい、また橋爪が止めてくれた。橋爪君ほら親分酔って暴れるところ見てるから、あまたなまたな待って待ってちゃんと待機してくれてるんだね。でそういうこともあったんだけど、俺もそんな酒癖悪いんですか。まあ悪いわな。だから一回捕まったじゃない、あのあなんとね、あの中村誠志案が主催してる全日本大会の朝、あと関西大会の朝かな、はい、逮捕されちゃったんだよ。あそのヤクザに喧嘩売ってちょっとヤクザにあのスナックにチケット持ってて、あの買ってもらってたら、なんやお前でかいのって言われて、はい、極真空手がなんや言われて、はい、ボコボコにしちゃったのよ。一回帰ったんだけど腹立って戻ってて殴ったらしいんだな。それで逮捕されちゃったのよ。ほんで逮捕されてな、私はその日も大会行ってたら覚えてるけど、後援会長が台の上上がってみんなに頭下げて回ってた。四隅に全部大変申し上げれません、今日主催中村が逮捕されてしまい皆様には多大なるご迷惑をかけて、後援会長あります。あその後援会長もしょあ後で殴られたらしいけど。そうなんですか。言ってたけど。ね、自分の後援会長も殴っちゃうんですか。なんかそういうね、酒癖悪いっていうのはあったんだけど、はい、ただいろんなことあったんだけど、功労もあるわけよ。はい、だから私、長野の大会があった時に、いや、今年はね、長野の大会の故郷無事に終わって大変良かった。怪我にも出なかった。ほんで、今年は皆さん本当にいい年だと。竹支部長のところの、木山君がね、世界チャンピオンを日本に奪回してくれた。その時の、監督、世界大会の監督が中村志安だったと。やっぱり選手にとってみれば、初めて外人と戦う場面ばっかりだと。日本の王座を支持しなきゃならん時に、二度王座を取った選手は、中村志安が監督でいてくれるのはどれほど心強いか。今回の世界タイトル日本への奪還も中村君の功績もあると思う。今日中村君来てるからみんなで胴上げしよう。俺はこれ別にごまってるわけじゃない、はい、本心だから。それ胴上げしたらね、はい、中村降りてきて喜んでくれて、あいつあんまり先輩に喜ばせてもらったことないかもしれないけど、すごい喜んで、いや浜井氏やんもって、俺あきれいで、俺自分の議席で胴上げされたことないんだけど、胴上げ初めて、一生涯で初めて胴上げしてもらったよ。で僕はそれで仲直りしたと思ってたわけ。思って中村はなんか糖尿病になってね、はい、足の指をね切断したっていう噂があったんで、おい大丈夫かと、糖尿病死といろいろ合併症出てきてね、目が見えなくなったり、うん、極端に言うと足まで切る、指どころか、うん、足まで切らなきゃならんちゅう病気だって聞いてるから、ありますね、見舞いに行こうと思ったら、はい、はい、さっき宮本先輩に見せた、悪行増減、バリ増減だね。悪行増言、バリ増言。こいつって何考えてんだって。ずっと根に持ってたんです。だから喜んだ部分と根に持ってる部分がもう、夜になって、まあ、小島と一緒だね、夜一人で考えてて、わーってなっちゃうと、もう盛り上がっちゃうんだろうね、これ。でそこでその悪い面が出てくるんだろうな。だから出したくないって言ったのは、はい、証拠ないんじゃなくて、はい、これ出したら中村も恥だけど、俺も恥になるなって。極真全体の恥になるなって言うんで、出したくないんですよ。そこには罵詈雑言とさ、人の悪口ばっかり書いてあるから。二十何枚にわたって。そう。もう呆れて物が言えない。まあ、このくらいにしときますよ。まあ極真でこの三世時代って言われる一時代を築いたような人が、うん、そこまでするんですか。する。
だそういう性格なんだから治らないね、こいつね。あ、もともとじゃあそういう気質があったんですか？傷だった。かえって三平の方が立派なとこあったんですよね。三平君技ないしてるけどね、はい、中村のあの猛攻全部食い止めてね、このでんでん太鼓って言うけど、はい、彼のこの回転打ちは下突きじゃないんだけど、このまま、このでんでん太鼓ってあるんですよ、ぐるん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 叩くやつね。あれと同じで、相手の脇腹叩いていくんだよ、ここ。なかなかの技だったよ。あの三平君ね、後ろ回しもやるし、後ろ蹴りもやるし、ちゃんあの内股も蹴るし、奥足も蹴るし、あ、奥足はちょっとね、彼覚えたの遅かった、あの大西にやられてからだと思うけど、非常にね、中村あの三平君は3連覇するんで、はい、非常に素晴らしいあの技師でしたよ。だ誰がな相撲空手って言うけれど、はい、もうじゃあやってみろって。非常に技術のある相撲空手ですよ。第11回の全日本から4回連続で三平さんと中村真央さんが決勝で当たってるんです。すごい。それでもう三平時代と言われたんです。あのね、全日本大会では三平勝ったことあるんだけど、世界大会は2回負けたんだよね、これ。だから残念だったね。これ、どっちが強いと言われたらどうでしょう。成績は中村誠が上だけど、あの互角だと思うね。あ、うん、あの真の強さは三平の方が持ってると思う。あ、うん、でこれで質問にも来てたんですけども、うん、ウィリー・ウィリアムスと中村誠ちゃんが戦ったらどちらが強いですか。それは第1回のウィリーだったら中村勝つでしょ。あ、第2回のウィリーだったらちょっと中村やばい気がするね。あ、第2回の方がウィリーはやっぱ全然別人になってたの。あの左のハイキックとかさ、はい、膝蹴りの強さってとんでもない、あのパンチと、はい、あのボディーブロー打たれたら下手したら誠でも持たんかもしれない。中村誠さんシャンってすごく大きいじゃないですか。大きい大きい。ウエイトトレーニングしてたんですか。あのね、彼はね、足腰をやってたと思うよ。ただ120ある人間は極端に言うとジャンピングスクワットやっただけでも強くなるからね。まあ自重でも負荷、自重で120キロの負荷あれば全然問題ないと。そうですね。かえってあんまり負荷与えて30キロ50キロ担いだら逆に膝ダメにする可能性があって、関節にかかる負担は普通の人より大きいですか。大きい。それに普段からそういう関節の負荷食らってるからね。で今先生と中村誠ちゃんの関係はどうなんですか。いやだからもう大会にも来ないでくれって書いてあるんだもん。まだじゃあそういう、バカ野郎言ってやるかこの野郎って、そんなあるよ。絶縁してる状態ですか。あ、絶縁だ。これこの内容は息子さんに見せた。君のお父さんこう言ってるよって。あ、だったら私行けないでしょ。息子さんからはどのような返事を。いやだから息子さんはどうもすいませんって言わないよ。なるほどですね。まあでも実績と貢献度というかそういうのでは中村ちゃんもすごいと。そうですね、やっぱり世界大会2度取ってる人はね、やはりあの、まあ、ダントツでしょ。まあ、だからしっかりしてほしいのよ俺は。まあでも何があるかわからないっていう、まあ、この世のあれなんですけども、この先先生と仲間ちゃんが和解することとかありますか。お前被害者意識持たないでくれって。俺なんかお前にしたのかって。悪いけど先輩たちにやられてるようだったら俺の方が多いと思うよ。お前だけがやられてると思うな、誠。中村誠ちゃん、これを見てるかもしれないんで、何かじゃあ、先生が一言を最後に。君もね、被害者意識持つとね、疲れる人間だって。あのね、被害者意識持つ人間も民族もろくなやついないよって。ろくなもんじゃないよって。お前が与えた被害のことは考えねえのかと。人から与えられた被害ばっかり言ってるけど、どれだけお前人に被害与えてるか考えたことあるって。なるほどですね。考えてみろって。世界チャンピオンは立派な人であってほしいのよ、我々極真の人間は。